畑野誠一は日本の哲学士や宗教哲学者。玉川大学第二大学長。西田北郎と並ぶ京都学派の立役者。早稲田大学での教え子には村岡つ次東京大学での教え子には石原健安倍義成、京大での教え子には田中道太郎、小原国吉らがいる。また、指導学生ではないが、 はたのの兄弟での受講者で、はたのから強い影響を受けたとされる人物に、三木清がいる。1877年長野県千曲郡、松本町に、旧松本藩士、はたの隆の次男として生まれる。1882年父が、大倉省管理となり、東京市麹島地区飯田町に移る。高等師範学校付属小中学校を経て、1893年、 第一高等中学校に入学し、1896年、東京帝国大学文科大学に入学し、哲学科で学ぶ。1899年度大学を卒業する。卒業論文は、ヒュームが、カントに及ぼせる影響で、カントの純粋理性批判序文の解釈を試みる。大学院に進学し、ケーベル博士の指導の下で、近世哲学を研究する。なお、 ケイベル博士は、俺の弟子は、畑の数戸だ。他にはないと語ったという。1900年東京専門学校講師を嘱託され、西洋哲学史を教える。1901年、西洋哲学史を刊行する。また、この年に、上村正久から洗礼を受け、キリスト教徒になる。1904年東京帝国大学大学院を修了する。終了お論文は、 スピノーザ研究。そして、早稲田大学海外留学生として、ドイツのベルリン大学、ハイデルベルク大学へ留学し、ハルナック、ビンデルバント、ヨハネス・バイス、エルンスト・トレルチなどの講義を聞く。1906年に帰国し、早稲田大学文学部で教える。また倉田康と結婚する。1907年、東京帝国大学文科大学講師を職託され、 原始キリスト教を講義し、1908年キリスト教の起源を刊行する。1909年東京帝国大学大学院を修了する。1910年にはドイツ語で書かれた卒業論文の翻訳であるスピノザ研究を刊行する。1917年は聖田騒動により辞職し、その後京都帝国大学文学部哲学科宗教学講座の 担当として迎え入れられることになり、京都へ移住する。1918年間との実践理性批判の翻訳を宮本は基地と共になし、出版する。さらに1920年には宗教哲学の本質及びその根本問題を刊行する。1922年、宗教学第二講座キリスト教学が設置され、この第二講座も兼任する。 1925年の講演、プロティノスと関東を最後に、以後10年以上にもわたる試作に沈遷する。1935年に後に、三部作と言われることになる連作の講師である、執筆に7年を費やした宗教哲学を刊行し、1937年、京都帝国大学を定年大官、同大学名誉教授となる。 1939年、夫人安に先立たれる。1940年に、三部作の二作目である、宗教哲学序論を刊行する。1941年東京へ移り、養子、雄二郎夫妻と同居する。1943年、寺と永遠を刊行することによって、三部作が完成する。1945年、岩手県東祝い郡。 千魔谷町へ疎開し、戦後もしばらくはそこに留まる。1947年、兄弟での教え子、小原国義の将兵により、玉川大学教授に迎えられ、南玉郡町田町の同学園内住宅へ移る。1948年、畑の聖一全州前五館を観光し、1950年1月17日に、直腸癌のため自宅で死去、72歳であった。 海軍火薬省庁の旗の佐だをあじって、ありがとうございます。